ロビンちゃん、体はもう大丈夫なのか？ええ、もう大丈夫よ。完全に凍ってたんだ。しばらく無理は禁物だぞ、ロビン。ありがとう、チョッパ。心配かけたわね。ごめんなさい。ロビン、ここに鳩のやつが来なかったか？いいえ、来てないわ。どうして？ウソップが連れて行かれちまった。ウォーターセブンから出る前に奪い返さないと。ここに来る途中、町の人が政府の専用の列車が出たと話していたのはそのことね。もう列車は出たのね。じゃあ急いで列車を。待ってルフィ、アクアラグナで海列車は今動いてないわ。どうしよう、ルフィ。アイスのおっさんに海列車を借りよう。それしかなさそうね。もう一度市長邸に向かいましょう。よし、おっさんのところに行こう。ロビン、市長邸で休んでいたんじゃなかったの？私の正体に気づかれると面倒になると思ってそっと抜け出してきたのね。そっか、ロビンは最初アイスバーグさんに危険視されていたんだったわね。おい、そんなことより市長邸は町の下の方だったな。上だ、上。てめえは黙ってついてくれ、いいんだよ。アイスのおっさん、エニエスロビーに来て手伝ってくれ。まあ、いきなりだな。何が？ルッチに覚悟か。にわかには信じがてえが、いや、信じたくもねえが、狙いを聞きゃ思い当たる節は。フランキーのやつも連れて行かれたか。俺は仲間を奪い返す。お前らサイファーポールのエージェントを追うつもりだ。間に合わない。やつらはすでに海列車でエニエスロビーに向かってるだろう。そして今はアクアラグナが迫ってる。まあ船だと出せんな。頼むよおっさん、仲間が危ねえ。フランキーも一緒にさらわれたんだ。確かにな。かつてアイスバーグとフランキーは共に造船会社トムズワーカーズで働いていた。当時自らをカティ・フラムと名乗っていたフランキーは大事故によって数年姿をくらます。
4年後、生還したフランキーに涙したアイスバーグは、師匠のトムから託された古代兵器プルトンの設計図を彼に渡す。そして世界の命運を握る恐ろしい兵器の復活を防ぐため、図面とともに町から出るように頼む。だがフランキーは、設計図を手放したアイスバーグが政府に狙われる危険を感じ、町に残ることを決断するのだった。そしてアイスバーグは市長として、フランキーはゴロツキをまとめる解体屋として、表と裏それぞれがウォーターセブンの顔役となっていった。詳しいことは話せない。だがお前たちにフランキーを頼んでおいた。分かった。アクアラグナを超える手段がたった一つだけある。こっちだ、ついてこい。地下道の先に昔使っていた倉庫がある。そこに向かう。そこに行けば鳩の野郎を追っていけるのか。ああ、試作品の海列車が。命の保証はできねえし。それでもいい。俺たちは必ずウソップたちを取り返す。こんなお願いをするのもなんだが、フランキーのやつも助けてやってくれねえか。ああ、あいつも俺たちの仲間だ。必ず取り戻す。そうか、ありがとう。感謝する。とりあえず地下2階まで行ってくれ。あ、わかった。そこの扉だ。鍵は俺が持っている。倉庫はこの奥だ。まあ、しかし久しぶりにここへ来たな。1年間放置していた場所だからな。悪いが我慢してくれ。
ここまでひどいことになってるとはな。こっちにも変なのは嫌がるし、さすがに管理しなさすぎだろう。全員まずあいつは、それこの足でてめえも仕留める。ディアブルジャンブプルミエール足死ぬ。やるか、ゴムゴムのここが正念場だ。そっちか、三刀流を三千世界あっ、マリモノイ。この先だ。この先に海列車が。少し準備に時間はかかるぞ。ああ、ありがとう、アイスのおっさん。少し時間をくれ。調整する。まあ、嵐を抜けるんだ。何が起きるかわからねえ。細部まで点検しておいた方がいいだろう。
なんだこの音は。いや声か。俺を。お前なのか。俺をここへ呼んだのは。なんだよアイスバーグ、てめえ突然現れたと思ったら何一人でブツブツ言ってやがんだ。そうか、お前らには聞こえてねえのか。だがちょうどいい、お前らも手伝え。この船直して海に出すぞ。はあ、ロケットマンを得た一味はアクアラグナで荒れる海を越え、四方の島エニエスロビーへとたどり着いた。忘れがたい光景ね。でも今はもう一人じゃない。どういう意味？あなたにとって忘れられない思い出のようね。ええ、とても。全部を敵に回そうとも仲間を守りたい彼らの決意、それが仲間を信じ抜く心と生きる勇気を彼女の中に生んだのね。行くぞ。え、どういうこと？ちょっとルフィ！おいルフィ！来た時より警備が厳重じゃねえか。そうか、まあ全部ぶっ飛ばすから同じだろ。違いねえ、行くぞ。おう、ガソリンだ！これか。逃げろ！
レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。俺に任せろ。マナー違反は見逃せぬ。その程度だ。俺がまとめて相手してやる。行くぞ。三刀流王三千世界。待ちなさい。これぞ。なめんじゃねえ。もうこれ。遅れるんじゃねえぞ。やっと俺の出番か。ディアブルジャンブプルミエールアッシュ。やるか。肩慣らしといくか。三刀流王三千世界。いくぞ。ゴムゴムのガソリンだ。あたしの番ね。任せて。おれ。俺がまと。敵が多いわね。さすがエニエスロビーだわ。おお、海賊どもがここまで来たか。だが、この火炎放射器は奥への道を閉ざす重要なものと聞いておるのだが、あって知るか。誰に聞いてやがる。とにかくこれを壊されるわけにはいかん。正義の名のもと成敗してくれるわ。ということでいいよな。おう、好きにしろ。でも勝つのは俺たちだけどな。よろしい。ならばエニエスロビーの精鋭がお相手をしよう。ということで本当にいいんだよな。だから確認すんじゃねえ。
出番か。三刀流王三千世界。ディアブルジャンブグルミエールアッシュ。こいつ強えな。ギアセカンドゴムゴムのジェットバズーカ。これか。シシシやったな。面白い。やってやる。まずいわね。こいつ強いわ。サンダーランステンパン。この程度だ。ディアブルジャンブグルミエールアッシュ。ウルトラジェル。出血ごときだ。行くぞ邪魔だ。舐めないでね。行くわよ。こんなキートマン。まだ行くぞ。今行く。こいつ強えな。よし交代だ。大丈夫、これでみんな直せる。助かった。なんであっやっと。よし、回り込んで先に進むぞ。キャキャ、なんでお前らがこっち側にいるんだよ。後ろに回り込まれたんじゃ火炎放射器の意味がねえだろうか。どうするルフィ、そこにある邪魔くせえの怖い。そうだな、ぶっ壊そう。こ、勝手にされた。みんな早く来てくれ。火炎放射器を、いや、俺を守ってくれ。おいお前、おろしちまうぞ。ディアブルジャンブグルミエールアッシュ。誰か早く止血を。やっと俺の出番か。ゴムゴムのガソリンだ。効かねえな。よし、行くか。三刀流王三千世界。任せて、これだ。これだ。どうってこっちゃねえ。くそ、違う。私の番のようね。ドスフルール。グラッ。まだだ。やめよ。切り替えがありそうだ。おっしゃ。いってー。俺がやる。
ってこっちゃねえ。えいちちちちち、そこだ。どうした？やめ！きっちりか。キッド。これだ。なんで私な。どうってこっちゃねえ。こいつ強えな。くらえ。これだ。まずいわね。いけるか。よし、刀の取りにしてやる。やってやる。なんで私なのよ。よし、交代だ。これで元気になるぞ。これはこれでどう？いけるか。くそ、これだ。きっちり肩をつけるとするか。そこをどけ。やば。大丈夫、これでみんな直せる。ありがとう。キリがいの刀のためにしてやる。お、ここまで。エニエスロビーの猛者たちがそうやすやすと突破されるはずは。現実を認めろよ。現に俺たちはここにいる。よし、じゃあそこの火を吐く大砲ぶっ壊すぞ。ふざけるな、海賊どもの好きにはさせん。きっちり肩をつけるとするか。三刀流王三千世界。いけるか。ギアセカンドゴムゴムのジェットバズーカ。シシシある。これは一筋縄ではいかなそうね。ドスフルールグラップ。これで元気になるぞ。ありがとう、チョッパ。おっしゃ。手ごわいわね。みんな気をつけて。私が必要ってことね。サンダーランス旋風。切り替えがありそうだ。怖くなんてねえぞ。どうってこっちゃねえ。いけるか。
次はどいつだ。ゴムゴムのジェットバズーカ。どうってこっちゃねえ。舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。一人10万よ。シーアウパンチ。やるな。医者、医者を呼んでくれ。これで元気になるぞ。助かった、チョッパ。お、どうってこっちゃねえ。よし、行くか。行くぞ。邪魔だ。行けるか。行くぞ。そこだ。俺に任せろ。これで元気になるぞ。来いよ、そこをどけ。危険な天候にご注意ください。ダラダラと。あれ、金なら切るまでだ。ウトレッジャリア。背中の傷は剣士の恥だ。ゴムゴムのガトリング。甘く見てると後悔するわよ。サンダーチャージ。ウィングアーム。あいつの弱点はどこだ。やるか。行くぞ。くらえ。ほら、あたしの予報。新世。やった。お宝発見。
それでウソップとフランキーはどこにいるんだ。確か地下に牢獄があった。よし、じゃあ下行くぞ。おい、どこだ。ウソップ、フランキと片付けるわよ。三刀流を三千世界。なんかあるぞ。行くぞ。なんかとっち
今の力を試すにはうってつけだな。よし、任せろ。ゴムゴムのガソリンだ。相手にとって不足なし。三刀流王三千世界。俺の番、行くぞ。ルフィ。お。俺の出番か。そこどけ。俺が相手だ。覚悟しなさい。行くわよ。俺が待ってろ。まだや。力が戻って。よし。俺とやる気。頑張れよルフィ。俺がいる限り誰も死なせねえ。俺の番だな。三刀流王三千世界。ゴムゴムのガソリンだ。え、あたし。サンダーライス。俺はもうあの頃の俺じゃねえ。これで元気になるぞ。動くん。サンダーライス旋風。俺が相手。行くぞ。大剣豪に文句あるか。